ハンマー投げ、砲丸投げ、そして槍投げ。6月の四国大会でこの3種目を制し投擲3冠に輝いた今治明徳高校3年陸上部のキャプテン公文翔也選手。いろんなタイミングの取り方だったり力の入れる場所だったりそういうのを3種目で学んでいけたら学んでやりにつなげれたらいいなと思ってるんで。公文選手の専門は槍投げですが投げるときに必要な感覚を磨くためあえて3つの種目に取り組んできました。やっぱりスピードとバネですね。これはもう天性のものだと思います。身長174センチ、体重78キロと決して体格は大きくありませんがそれを補って余りある身体能力を武器に四国三冠の快挙を達成しました。兄の影響で小学4年から陸上を始めた公文選手。中学時代は短距離選手として全国でも注目される存在でしたが、高校進学を機に槍投げに転向しました。中学から短距離頑張ってて、そういう脚力の部分を使えるのは槍投げで、兄ちゃんらと違うことしてみたいなっていう思いもあったんです。ずっと、はい。パワーついてるね普通に。翔也選手は3兄弟の末っ子。3人とも今治明徳高校で汗を流してきた投擲3兄弟です。5歳上の長男大輝選手はハンマー投げで愛媛県記録を持つ全国屈指のアスリート。兄の背中を追う大学生の次男浩太選手もハンマー投げを専門にしています。ないところをなんか持っていて、まあ、弟でもあるんですけど、まあ、普通にすごい選手の一人っていう存在です、はい、足も速くて力もあるんで、まあ、投擲に必要な要素はちゃんと持ってると思うんで、それにいろいろ技術だったりやっぱその投げのセンス的な部分がついてきたらもっと距離伸びてくるかなとは感じます。高校入学直後には槍投げでいきなり57メートルを記録し才能の片鱗を見せた公文選手でしたが、その後は怪我などもあり思うような記録が出せない日々が続きました。自分が投げたいと思ったらどうしても動作の時に力が入ってしまうので、そういう時にどれだけ力を抜いて動作ができるか、そこがうまくコントロールできるようになってきたらもう一つ上の段階にいけるんじゃないかなと思います。遠くに投げようと意識すればするほど体に無駄な力が入り、槍は思い通りに飛んでくれません。去年のインターハイでは上位を狙いながらまさかの予選落ち。槍投げの奥深さを改めて痛感したといいます。その1年生の頃は投げないといけないとか距離こんだけ出さないといけないっていうのがちょっと自分に負担をかけてた部分もあったので、投げだけを距離だけを追わないようにしっかりフォームの部分を意識して、練習の時から一投一投を大切に投げるタイミングやフォームに集中することで記録も伸び成績も安定。それが四国三冠へとつながりました。インターハイでは槍投げ優勝を目指して、ハンマー投げでは 60m で優勝を目指したらいいなと思います。日本一だったり世界に出れるような選手になれたらいいと思います。一投の重みをかみしめながら進化を続ける公文選手、握りしめた槍に大きな夢を乗せて走り続けます。北海道インターハイ、公文選手は今日のハンマー投げの予選で57メートル36を投げて先ほど始まった決勝に進んでいます。
優勝を目指すやり投げは5日の土曜日に行われます。